一般路線バス高速バス金沢富山線、北鉄金沢中央バス株式会社は、石川県金沢市にあった北陸鉄道グループのバス会社。本社は、石川県金沢市割出町562番地の1。親会社の北陸鉄道より、路線バスを譲り受け、金沢市を中心に、数多くの路線網を展開していた。また、貸切バスも営業していた。 2004年3月からは、金沢市と大阪市、富山市を結ぶ高速バス路線の運行も行っていた。同じく、金沢市に本社を置いていた、グループ会社、北鉄バス同様、一般路線車を中心にご当地ナンバー、金沢ナンバーへの急速な転換を進めていた。2012年10月に、北鉄バス、加賀白山バスの野市営業所と合併して、 北鉄金沢バスになった。石川県金沢市と富山県富山市を結ぶ。富山地方鉄道と共同運行。予約不要の座席定員制。県六園下から広坂公輪房武蔵が、辻金沢駅東口、金沢と警察署前から、高柳、西上袋富山市民病院総来は富山市、役所富山駅前石川県金沢市と大阪府。 大阪市を結ぶ高速バス。1日に往復、阪急バスと共同運行。大阪金沢線で使用される、セレガ。北鉄グループの都市間高速車としては14年ぶりの、日野車導入。県六園した高林坊武蔵が、辻金沢駅東口駅西号町前から、末東海浜公園北陸小松に午前京都、深草名神、高月。 千里ニュータウンマイナス新大阪、大阪梅田石川県金沢市と富山県高岡市を結ぶ。海津のお鉄道と共同運行。予約不要の座席定員制。県六園下から広坂高林房武蔵が、知事金沢駅東口、金沢東警察署前から、高柳都並駅南都並市役所前からトイレ4丁目、高岡テクノドーム前から、高岡駅前引く広小路。 四季の野中学校前引く、職業安定所前富山線と、同様、10枚綴り回数券が販売されている。北陸鉄道級、西部営業所管轄だった路線が主体で、さらに、日野社も多く昔ながらの西部営業所の雰囲気を色濃く残していたが、現在は三菱不走、エアロスターも大幅に増えている。ありがとうございます。